はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の偶数列丸2をお送りします。で、前回からね、偶数列始まって、これで2本目だと。で、今回ね、丸4まで続くんですが、ずっと問題演習やっていきます。で、今回も大きな問題が1つ、そこにこう、小問がね、2つ入っておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、すごく似てます、前回の問題とね。でも何が違うかっていうと、並んでるね、数字の列が違くて、前回は 1,2,3,4,5 ってなってたんだけど、今回奇数なの。だから 1,3,5,7,9 ってが並んでって、群の分け方は同じです、前回と。1個2個4個8個と群を分けていきます。で、その時にまず1番は、まあ、N 群の奇数の和っていうことなので、まあ、N 群に入ってるね、数字の和を求めよう。これ前回の動画の丸2番と同じです。前回も N 群の和を求めようだったから、そことね、やり方もほぼ同じになります。で、まあちょっとね、もし見てない方がいれば1個前の動画をちょっとチェックしてもらえたらしっくりきやすいかなとは思うんですけど、基本的に、まあ、この表というか群が書いてあったら、上に群の数字、まあこれ1群、2群、3群、4群ってなっていきますけど、で、下にそこに入ってる項の数、項数だね、を自分は基本的に書きます、必ず。で、本当はここに書きたいんですけど、ちょっと今回ね、板書量がね、怪しいので、ちょっと詰めてここに書きますね。上が、ちっちゃくてごめんよ。まあ、群の名前だと。で、下が、まあ項数、項でもいいしね、数でもどっちでもいいんですけど、だから1群には項が1個。で、2群には2個。で、3群には4個入ってるんだよね。で、なんでこれやりたいかっていうと、これ、N 群って後ろでやるんだけど、その時そこに項が何個入ってるかっていうのが必要になります。で、今、結局 N 群を考えたいので、じゃあここに N 群持ってこようか。で、N 群の1個前は、N-1 群だからこうなるね。で、そこに入ってる項の数。で、これどう出すかっていうと、まあ、前回と同じだけどね。1、2、4、8っていうのは、4っていうのは2の2乗です。これ2の1乗です。で、1は書き直せば2の0乗です。見にくい方は、YouTube 全画面表示。ちょっとスマホの方はね、できないですけど、で、見てみてください。ちっちゃいと思うんで、今回ね。で、この数字との関係性を見ると、2の1乗でしょ?ここの群の数字引く1が肩に来るんです。だから3群は2乗なの、4群は3乗になります。だから N 群は1個引くから2の N-1 乗個、項が入ってるっていうのが分かる。で、こっち使わないんでね、ちょっと書きませんけど、書くとしたら2の N-2 乗ですね。で、 N 群の和を求めたいので、何が欲しいかっていうと、まあ、項数今出したから、あとは N 群の最初の項と、終わりの項、で最後の項、その2つが分かれば、あとはもう公式で出すことが、和のね、計算の公式で出すことができるので、そこが欲しいと。でも、それを出すためには、いきなり出せなくて、ここと、ここが、第何項目なのっていう。数字がいくつなのじゃないの、先に。第何項目あいつは、何番目の数なのあいつっていうのが欲しいのね。で、その出し方が、じゃあ、まずこっちから今回行こうか。で、初めの数ってのは一気に出せないので、ここの、あ、これ数必要だった。ごめん。使うね。2乗。ここの数のプラス1。隣だからね。で、ここがもし10番目だったら、これで11番目だからさ、隣だから。で、ここが何項目、何番目なのかを出したいと。で、N 群の、ちょっとね、新しいペン苦手やな。はじめの項は、これですね、ここのこと。N 群のはじめの項は、こいつプラス1項目なんで、こいつっていうのは、この項数、この項数、この項数から、この項数までを足したもの番目なのね。これ1個、2個、4個、8個、わかんないけど何個って。足した全部がここになるから。
例えばここが何番目って言われた時にこれも数えればさ 1,2,3,4,5,6,7 ってすぐ分かるんだけど、ここの1、ここの2、ここの4を足したら 1+2+4 で7になって7番目なんだよね。それと一緒、ここを出したいんだったらここの項数まで足せばいい。つまり2の0乗から2の n-2 乗を足したいのね。一応書くか。2の0乗足す2の1乗足す点点点2の、n-2 乗までね。でそれにプラス1、こいつです。隣だからね、1でしょ。でつまりこれどうしようかな。こっちがねあんまり板書使わないのでちょっと行くか横で。でこれは等比数列の和の公式なので、公比が2だから2-1分の初項1だから無視で、2の項数乗なんだけど n-2 乗だからね、最後 n-2 って行きたくなるんですが、0乗の分があるんで1個多いんだよね。つまり n-1 乗になります。で引く1で、それにプラス1するからこう、つまりこう消えるからね、1なんでマイナス1とプラス1って消えるから1個目ってことが分かります。これは N 群の始めの数、ここがこれだよじゃないの、これ番目だよだよ、まだね、番目なので、ここから何番目って、まあ、何項目って書きましたけどちゃんとね、2の N-1 乗項目ってことが分かったんで、何するかっていうと、今結局ねこれ 1,3,5,7,9 ってこいつ一般項を考えると 2N-1 なんです。この 1,3,5,7,9 っていうのが、でこれは2ずつ増えてるから等差数列でしょ。で2ずつ増えてるときは 2N ってしちゃっていいと。で初項が1になるためには1を引いておけば、ここに1入れたとき初項1で一致するからさ、でこうやって一般項が分かると。で一般項がこれなので、この2の N-1 乗番目っていう数を N に入れるんです。多分これパニックになります、苦手な子は。でどういうことかっていうと、さっき言った7番目ってあったでしょ、これ13、7番目ってことが分かったら、ここに7入れれば計算したら13になるんだよね。ってことは2の N-1 乗番目、これ番目の方が言いやすいんで言っちゃうよ、番目って分かったんだから、ここの N に入れればここの数が分かる。出したいのは数だから結局。ってことで初めの項はその項2の N-1 乗項目より2×2-1 乗-1、さっきの N のところに入れたわけね、イコールここかけると2くっつくんで2の N乗-1、これが初めの項です。で次末項、まあ終わりの項だね、こっち終わりの項で、ここはで終わりの項はこっちはですね、終わりは楽で、結局ここからここまで2の n-1 乗まで足したらここが出てくると、さっきと同じ感じだね。なのでプラス、あここ点点でまずいか、1乗プラス2の n-1 乗、つまりこれ、まあ、さっきと同じように考えると項比2なんで 2-1、初項1だから無視です。で2の項数は0乗から n-1 乗なので、これ n 乗になります。でちょっと項数苦手やなと思うんだったら、肩の数字 2-1 から0まででしょ、ってことはその n-1 から0を引いて1を足したものです。これが項数になります。ここからここまでってやりたかったらね、まあこれ使っても構わないです。で引く1、つまりね、分母消えるんで、よいしょ、2の N 乗マイナス1項目、これもまだ番目ね。なのでさっきの同じで一般項が 2N-1 だから、そこの N にこれをぶっ込むと 2×2の N 乗マイナス1マイナス1だから、2を配ると2の N プラス1乗マイナス1とくっついてマイナス3と分かりました。
で、だから諸侯って言い方ちょっとおかしいですけど、 N 軍の諸侯こいつ、末侯こいつで、項数は2の N-1 乗って分かってるので、よっていてみて踏んだよっては SN はこれ公式ね、結局あの中身は2ずつ増えてる等差数列になってるだよね。で、分かってるから等差数列の和を使って2分の項数2の N-1 乗括弧諸項プラス末項で、で、これで求めることができます。で、これなんだよね。これ入るかな？どうしようかな。一回右に行っていい？で、左を、下を置いてこようか。で、これちょっとめんどくさくって、ここ、まず、2でくっつけられるから、下はマイナス1乗なんでね。だから、くっつけると2の N-2 乗になります。ここね。なると。で、この中身なんですけど、これとこれくっつけたいんですよ。でも、2の n プラス1乗と n 乗くっつけらんないんで、 n プラス1乗から無理やり2を出します。前にで出すと 2×2 の n 乗ってなることができるから、ここくっつけると3、ここ1があるからね、1足す2で 3×2 の n 乗になります。で、後ろマイナス4で、こうなる。で、まあ、もしかしたらここでもね、OK って言ってもらえるかもしれないんですけど、ちょっとそれ保証がないので、配ります、これ。配ると、2の N 乗マイナス2とここをくっつけると、まあ、3はいいんですけど、2と2でしょ。掛け算したときは、肩の数字は足し算なので、2の 2N-2 乗になります。で、後ろ、ここは4が2の2乗だから、ここも肩の数字を足すと、2の N 乗になります。 N-2 と2を足してね、2の N 乗だと。で、ここね、2の 2N-2 乗なんですけど、これちょっとこっちに書きます。消しちゃうけどね、これ肩を2でくくると 2N-2 になるでしょ。ここ 2N-2 だから、間違った、1だ、失礼。こうなるでしょ。で、これっていうのはこれ指数のね、ルールで2の2乗の N-1 乗ってすることができます。2乗だけ計算して N-1 乗を肩の外に出す感じ。ってことは結局これ4の N-1 乗って変形ができるの、これ。だから、ここの部分を 3×4 の N-1 乗、ここね、変わって、で、後ろはこのまんまで OK でしょうとなって、まあ、個人的にはここまで持っていきたいなという気はします。個人的にはね。でも、こんな形になってるから合ってんのかなって不安になったら、まあ、N に1とか2小さいこと入れてみるといいです。まあ、例えば2を入れてみましょう。2を入れる と、ここが1乗になるから 3×4×12 でしょ。引く2の2乗だから4ってなって8になります。で、これは N 群の和なので、今2でしょ、2群の和、ここ足したら8になってるから、あ、オッケーオッケー、出てんじゃねみたいな確認をすることができます。まあ、最後の変形に関しては定期テストでね、まあ、対策で見てくれてる子なんかはちょっとね、学校の先生を、まあ、指示じゃないけどね、それをちょっとチェックしてるといいかなと。で、受験に関してだったら、ここまでのまとめ方は、まあ、できるようになってる方が安全かなと思います。はい、ということで次です。でね、ちょっと長くなっちゃいましたけど、次、第8群の5番目の数です。つまり、今どっかに今ね、8群出てくるじゃん。で、8群の中でも、1、2、3、4、5番目の数、いくつなのっていうのが知りたい。で、これはですね、基本的な発想としては、ここと似てて、8群の5番目、それが何番目なの？何項目なの？っていうのが知りたいの、結局。で、何項目っていうのが分かってしまえば、さっきみたいに 2N-1 の N に入れちゃえばさ、数出てくるから、あいつの。だから何番目だけ分かればいい。でも、いきなり8群目って言われても分からないから、さっきと同じ感じで、もし、じゃあ、どうしようかな。ちょっとこれ全部書けないですけど、こう数字が繋がってきて、ここに8群目があるじゃないですか。で、最初、2、3、4。で、点点点。この5番目ね、こいつを知りたいわけだよ、8群目の。じゃあ、ここ。
何軍の一番最後っていうのは計算で出せるわけだから、7軍目の最後のこいつが何番目なのっていうのが分かれば、もしこいつが50番目、50校目って分かれば、51、52、53、54、55ってすぐ分かるから、だからここまで出したいんだよね。で、7軍目っていうのはさっきやったように3軍目は2の2乗なんだよ。じゃあ7軍目は2の6乗こう入ってるから、つまり一応途中式書けるかな、まあいっか。だから7軍目っていうのは2の0乗ここね、足す2の1乗足す点点点足す2の6乗まで足したものがここだと。なのでちょっとごめん途中書いてないけどね、これ計算すると2-1で初項1だから無視して、2分の項数は0から6までなので7項あります。まあ6から0引いて1足すって考えてもいいですけどね。で引く1、これどうしようかな書きやがったな。7群の最後の項は、台が必要か、一応して第7群の最後の項はこれ分母1だけど2の7乗待って128かで、128から1引いてるから127項目だよね。よりってことは、ちょっと字が汚い、ごめんね。第8群の5番目の、あ、ごめん、焦点を合わせるの忘れてた。ちょっとぼやけてるかもしれない。ちょっと戻しますね。申し訳ない。中途半端なところで。で、8群の5番目の数は、ここが127だから、128、129、130、131、132。だね。これもなんかアナログですけど、数えるだけだと。で、132項目っていうのが分かったので、さっき一般項も 2n-1 って分かってるから、あとは 2×n のところに132入れて、こう、264やから1引いて、263と。これで終了となります。まあ1番やった後だからね、そう、2番はシンプルになりますけど、まあ、やろうとしてることはかなり似てます。結局、第何番目、第何項目なのっていうのが分かりたい。まあ、和を出すときにもそうですけど、それが分からないと、そこの数が分からないんで、いいかな。で、前回となんでこの問題をね、動画連続で並べたかっていうと、前回はここが1、2、3、4、5だったんです。だから、例えば、10番目って言われたらもう数字が10だった。その一般項に入れるっていう作業がなかったんです、前回は。でも今回みたいな方が多い、基本的には。まあもちろん学校の難易度とか先生のね、まあせ、なんだろう、作る、なんだろうな、勤務とかもあると思いますけど、こうやって一般項、2n-1 とか、があった場合は、何番目って分かった後に代入をして、そこの数を求める。っていうことができますので、ぜひね、このやり方覚えておいてください。では、今回は、高校数学数 B の群数列2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、あと2個続きます、群数列。で、次回は、ちょっと違うタイプの群数列をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。